小勢を許してほしいでござる。もういいと言っただろうが、作業に戻れ。こっ、副会長、私はこれで戻ります。こんなことをしてどうなるか分かっているのか。覚悟しておけよ。会長、お待ちください。大丈夫？生きてるよね。お前、この大事な時期になんてこと。これでいいのでござる。これが死んだ図国計画の爪なのでござる。ガクトのやつ、副会長のとこに謝りに行ったみたいだな。一体どんな接見を受けてるんだろう。羨ましいのか。さすがだな、アンドレ。本当にいいんだな。はい、覚悟はできているでござりまする。会長殿にバリカンで頭を丸めてもらったのでござる。折檻じゃなかったんだ。これで今日のことは許してもらえたでござる。最後の爪って坊主になることかよ。半分あたりでござるが、本当に必要なのはこれでござった。髪の毛、キモ！この死ね物めか！これはこうするのでござる。やめろ、マジでキモ！これはウィッグか。女子の制服を着るだけでは女装としては心もとないと思っていたでござる。だからお前、わざと副会長を怒らせて。三国シビギアのためなら坊主の一つや二つなんてことないでござるよ。ごめん、ガクト。泣くのは早いでござるぞ、清殿。涙は脱獄が成功した時に流すものでござる。ああ、俺やるよ。必ず脱獄して見せるわよ。クリーニングお願いします。はい、ここに学年と名前をお願いします。脱獄の前に女子寮の洗濯室から女子の制服を手に入れねばならんでござる。女子寮の近くまでは排水口を使って行けるけど、洗濯室の勝手口には鍵がかかっている。そこでクリーニング屋さんが作業している隙に中へ滑り込む。重要なミッションでござる。心してかかってくだされ。結構頻繁に出入りするな。これじゃ洗濯室に入る隙がないぞ。清下の、早くしないと制服を全部持っていかれてしまうでござるぞ。もしや、どうやって中に入るかノープランということはござらんな。おいこら、おっさん、何を見ているでござる。なんだ、おっさんって俺のことか。おるしがいたりがよでござる。貴様、小生の頭を見て笑った。はあ、笑ってねえよ。舐めてんのかでござる。いい加減にしとけよガキ。ビビってないで出てくるでござる。とっくに出てきてんだろうが。そうでござる、出てこいや。さっさと出てこいやでござる。だから出てきてんだろうが。よーよー、所詮ぬるま一の坊さん、おっさん無謀にグラオに上昇、怒り浸透デスリ上等。よー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 。よくわからねえが、お前が自殺志願者だってのはよくわかったぜ。腰を見せるでしょ。これはもしや、いや、間違いなく副会長の。それ以外ありえん。喉でござるか、清殿。確かにこういうレースの複雑な下着は。よーよー、おいこらござる、ござござござる。ござる、ござる。ガクト、何やってんだよ。すいません、おじさん、勘弁してください。勘弁してほしいのはこっちだよ。話すでござる。お前急にどうしたんだよ。昨夜坊主になって許してもらったバカだって言うのに。もう行くわ、おじさん仕事あるからさ。やめろば、副会長に見つかったらどうする気だ。まったく、今のガキは何考えてんだが。清殿、急ぐでござる。所詮これ以上のサポートはできんでござるぞ。
これで最後だな。まずい。キヨシはどうしたんだ。早く車から降りるでござる。このまま学校の外に出てしまったら脱獄計画は失敗でござるぞ。さらには連帯責任で刑期が1ヶ月延びることになってしまうでござる。もうダメでござる。なんだ、なんか引いちまったか。おいおい、もう誰だよこんなもん外に置きっぱなしにしやって。洗濯カゴ、地形が仕掛けておいたでござるか。肝を冷やしたでござるぞ。危なかった。しかしあのカゴ、清殿にしてはナイスな判断でござったな。お前こそクリーニング屋さんを引きつけてくれて助かったよ。マジで小生からしたらへのカッパでござる。昨日の事件に象徴されるように、最近囚人たちが反抗的になってきているように思います。あなたの監督不行き届きでは。プリズンの劣悪な環境に慣れてきたのでしょう。ゴキブリ並みの生命力です。言い訳は聞きたくありません。明日から囚人の監視に懲罰をより強化したいと考えておりますが、いかがでしょうか。ぜひそうしてください。もし再び彼らが不祥事を起こすようなら。あなたもどうなるか分かっていますね。はい。明日は陸上大会の手伝いだから、いつもより楽だね。生足、ついに明日。4年に一度しか手に入らない単語運長&セキトバフィギュアが小生のものに。女などいらぬ、フィギュアさえ手に入れば。明日の学生相撲の注目力士はね、両国大学4年の田中くんなんだよ。ふーん、左を刺したら怖いものなしなんだから。へー、まゆみ話聞いてる？うん、聞いてる聞いてる。いよいよ明日、一世一代の大勝負だ。千代ちゃん、俺は絶対に脱獄を成功させてみせる。本日は陸上部の地区大会だ。清とクソメガネは荷物の管理を、他の3人は雑用に回れ。はい。ひょー、よその制服って新鮮味があっていいね。クラウチングスタート用のスターターになれたらどんなに素敵だろう。メス豚どもね、引き締まった体が早くもしつままがいのユニフォームに。誰が喋っているんだ。まずは今日の計画を確認するでござる。12時の鐘と同時に、清殿はカバンと小生特製のウィッグを持ってトイレへ行くでござる。ああ、すいません、これ預かってもらえますか。合点承知の助でござる。貴重品だけは自分で管理してくださいね。はい、お願いします。あの格好なんだろう。ござるの人立ってなかった。おっと、確認の続きでござる。スピーカーを忘れぬように。そんなところに入れてたのかよ。トイレに入ったらスピーカーを設置して、裏窓から出て排水口へ、そして排水口の中を移動、ゴミ捨て場まで行き、ウィッグを身につける。さらに隠しておいた制服に着替えたら正門から堂々と出る。あとは相撲観戦とフィギュアを購入、2時過ぎの電車に乗って帰ってくればパーフェクトでござる。いよいよだな。お弁当作ってるの？あ、まゆみ、相撲観戦しながら一緒に食べようと思って。作りすぎじゃない？男の子だからこれぐらい食べるでしょ。待って、清くんと一緒に行くの？何言ってんの？前に話したじゃない。いやいや、それって男子が捕まる前でしょ。外出許可取れたんだって。でも男子とデートなんて。そんな大げさなものじゃないよ。
プリプリのおけつを見ながら食らう弁当もおつでござるだな。ここまで3週間長いようで短かったでござるな。ああ、お前が仲間になってくれるとは思いもしなかったよ。あくまでフィギュアのためでござる。わかってるって。時間だ。すべては騎兵に託された。いざ出陣でござる。行ってくる。このキューティクルどこかで見た気が。クソメガネか。クソ、ボタンが逆だからやりにくいな。ふっ、やばい、隠れるところなんてないぞ。さっさと着替えを済ませて正門に向かうしかない。あれ、入らない。クソ、早くしないと。じゃあ反対側に逃げても背中が丸見えで絶対声をかけられちまう。うちの生徒か。あぶねえ。なんか緊張してきたな。だって初めてだもんな。学生相撲、一人じゃ不安で見に行けなかったから、本当清くんには感謝だ。男の子と相撲見に行くのも初めてだな。それってデートでしょう。じゃないよね、相撲観戦だよね。真由美が変なこと言うから。清くんもう学校出たかな。千代ちゃん、もうすぐ君の待つ両国へ。この中を突っ切っていくのか。もし見つかったら、ガクトを抜いてぶっちぎりで学園一の変態になっちまう。いや、ビビるな。俺はいける。俺は女だ、この学園一のいい女。いけるぞ。あと5メートル、あと1メートル。ちょっと待ちなさい。あなた、その格好は何ですの？カバンを背負うのはおやめなさい。はしたないですよ。カバン？俺の正体に気づいてないのか？ごめんなさい。背中が破れているのを隠していたのね。恥ずかしい思いをさせました。お行きなさい。やった、やったぞ。成功だ。千代ちゃん、待っててくれ。すぐ行くよ。おい、クソメガネ、しっかり荷物番をしているか。はい、それはもうジェントルコンだ。清の姿が見えんが。清殿はトイレに行っているでござる。まだ字が良くならないようで、まったく仕方のないやつでござる。貴様、はい、これはどういうことだ。うわ、申し訳ないでござる。ジェントルとしてなんたら失態。ケツの穴だけではなく社会の窓まで緩いのか、貴様は。ござるの人股間に棒突っ込まれ
てるよ。うんこ漏らしたってマジ？キモい。いやいや。千代ちゃん、ごめん、ちょっと遅れちゃった。私も今来たとこ。それより汗すごいね。ああ、駅から走ってきたから。はい。いいの？いいよ、清くん用に持ってきたやつだから。ごっつあんです。うわぁ、いい匂い。早く行こう、もう始まってるよ。相撲デート、最高！この中に未来の横綱がいるかもしれないんだね。ワクワクするな。そうだね、なんかすごいよね。正直興味ねえ。だがしかし、相撲観戦をする千代ちゃんを観戦するのは最高だ。そうだ、清くんお昼食べた？昼？弁当食べてきたけど。私お弁当作ってきたんだけど。食べてない、お腹ペコペコ。よかった、遠慮せずに食べてね。おにぎりのみ？うわ、美味しそう。お茶もあるよ。いや、千代ちゃんが握ってくれたおにぎりだ。梅でも鮭でも昆布でもいくらでも食えそうな気がするぞ。いただきまーす。おにぎりはシンプルに塩だけでもうまいよね。よかった、全部塩結びにして。ええ、炭水化物オンリー。清はまだトイレか？あ、そうでござる。いくら地とはいえ持ち場を離れすぎだ。まったく、小生もさっきさように注意したのでござるが、副会長殿のご意見はしかとお伝え。いらん、私が自分で注意してくる。え？キヨシ、トイレは最低限の回数に抑えろ。返事をしろ。返事をしないとはどういう了見だ。返事をしようって。キヨシ様はうんこをするのにも時間がかかるんでござるよ。うるさい、持ち場を離れるな。なんとかうまくいったでござる。小生のクソ漏らし無駄ではなかったでござる。ござるの人殴られて笑ってるよ。最悪にキモいよね。みんな強そうだな。キヨシくん、ちょっと待って、それ写真撮らせて。ほっぺと鼻の頭にご飯粒が。リアルで初めて見た、かわいい。一緒に写真撮らせて。近い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 よ。うわ、まるで恋人同士みたいだ。幸せってこれのことか。あ、ごめん千代ちゃん、俺ちょっとトイレに。うん、行ってらっしゃい。あーちゃん、携帯とか入ってたら大変だぞ。一緒に撮った写真、出所したらメールしてほしいな。あんだけ顔が近づいたんだから、帰りには手ぐらいつなげるかもしれないぞ。どうして？いやあ、トイレにも学生力士がいたよ。近くで見るとやっぱ大きいね。ん？悪い。え？気持ち悪い。気持ち悪いってトイレに行ったのかな。気持ち悪い。あと1時間、清様はちゃんとフィギュアを買ってくれたでござろうな。荷物係楽そうでいいよね。慎吾殿が雑用係の方を選んだんでござろう。てかさ、さっきから清が全然いねえじゃねえか。清殿はトイレでござるよ。字が悪化しているようでござった。サボってるだけじゃねえのか。ちょっと言ってくれ。曜日中に声をかけるのは失礼でござるよ。
何をしている貴様ら。清のやつがサボってるんすよ。だから呼び中でござると。おい清、今すぐ出てこい。貴様昼前から顔を見てないぞ。出てこないならこっちから行くぞ。男子たちの出所ももう来週だな。どうでしょう、不浄で愚劣な男子どものこと。プリズンを出たらまた何かやらかすに決まっています。そういうな、厳しい裏生徒会の指導に耐えたのだ。彼らも十分反省したはずだ。失礼、メールだ。二度は言わんぞ清、今すぐ出てこい。貴様こんな時に正気をいじるんじゃない。かゆいんでござる。ケツの正気何ということでござる。最後の最後でうんこもんがならないでござる。返事もなしか。ならばこうする。